はい、どうもゆうたです。今回ですけど、今回はですね、買ってよかった、よかったパーツランキング第5位をちょっとね、発表していきたいと思うんですけど、はい。ですね、まあ、先に言っておくと、僕の独断と偏見でね、勝手にランキングをつけてますんで、そちらちょっとご了承ください。はい。という感じで、やっていきます。第5位なんですけど、じゃあまず、エンドレスのレーシングモノ6軽量化バージョンでございまーす。はい。これはね、素晴らしい。で、まあ、なんで5位かっていうと、まず値段ですよね。値段が本当に高い。110万、20万とかそのレベルなんですよ。はい。で、まあ、ただでも初期投資が、高いんですけど、まあ、ローターのヘリだったりとか、パッドのヘリだったりっていうのは、普通の、まあ、純正の時だった時よりは、確実に減りは遅いです。全然減らないです。で、噂によると、パッドよりローターの方が、先になくなるっていうことを聞いたことがあります。まあ、パッドもね、やっぱ耐久用でかなり分厚いんで、まあそんなに減らないのかなっていうのもありますけどね。まあでも国際コース行ったら、まあ結構減るんじゃないかなっていう感じです。一応ね、僕今シーズン使ってみて、サーキット4回ぐらい行ったのかな。ミニサーキットも含めてなんですけど、全く減ってないです。全然減ってないです。はい。で、まあ、使用感については、もう何も文句の言うところがない、ケチのつけどころがないぐらいに素晴らしいです。はい。まあ、ただその値段だけですね。はい。ということで5位にしました。はい。こちらがね、エンドレスのブレーキになりますけど、一応ね、ブレーキパッドがね、今はね、CC40 っていうサーキットコンパウンドが入っております。で、ローターの方は 355mm の方を採用してます。はい。じゃあ、4位の方はですね、バリスの 8mm ワイドフェンダーです。はい。で、こちらはですね、まあ、まず、ワイド、8ミリワイドって、まあ、いっぱい出てると思うんですけど、まあ、でも結構、他のメーカーさんも、フェンダーのダクトみたいなのが設けられていて、まあ、排熱だったりも考えられてるんですけど、この、何、もっこりした、シュッてしたところ、あれがやっぱりね、かっこいいなっていうのは、あります。で、ただ、他のメーカーさんにないところが一つあって、フロントバンパーに、ちっちゃい三角みたいなのが、ぴょってつけるじゃないですか。あれがね、ちょっとね、張ってるのがね、そんなに好きじゃないなっていう。あれはちょっとね、時間があったらスムージングしちゃいたいなっていう。なんか張ってたりとかっていうのは、あんまり見た目が好きじゃないんで。ちょっとそこは気になる点ですけど、まあでもね、フェンダーのダクトのところ、エンジンルームから来る排熱のところも考えられてるし、フェンダーのダクトのところも考えられていて、まあ排熱だったりとか、あと FRP なんで、純正のよりちょっと軽いのかなとは思うんですけど、で、まああとダウンフォースもね、タイヤハウスの空気を抜いてあげることによってダウンフォースも生まれるんで、まあね、もういろいろ機能美が美しいです。で、8ミリワイドになってるんで、まあちょっとね、タイヤ出てても、合法になるかなっていう8ミリを入れることによって、ちょっと内側入るかなっていう。で、まあさらに、太いタイヤにしても、まあ、いけますよと。ね。素晴らしい商品です。はい。で、こちらがバリスのフェンダーですけど、ここがね、一番お気に入りポイントなんですよね。ちょっとここ見ないで。で、こちらもタイヤハウスの空気が抜けてくるというね。ここもポイントです。
で、あとさっき言ってたここがね、あの僕があんまり好きじゃないポイント、貼り付けるところ、あ、穴がある、あ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 、という感じです。はい、続いて第3位なんですけど、3位の方はプロバさんのコンポジットラジエーター40っていうね、ラジエーターとオイルクーラーが一体式になってるコンポジット、いわゆるコンポジットです。はい。で、そちらのラジエーターがね、すごくいいんです。水冷式で素晴らしい。まあ、何がいいかっていうと、もちろん、ま、冷え、ちゃんと冷えるっていうのもそうなんですけど、まあ、水冷式なんで、まあ、絶対オーバークールがないっていうのがね、ありますよね。で、僕が一番惹かれたのが、コンポジット。まあ、いわゆる一体になってるんで、まあ、オイルクーラーを、別で、クーラー式のやつをね、前にこうつけてる方とかもいらっしゃるんですけど、あれをやんなくても、いいので、もうあのスッキリもするし、幅も取られないしっていうのがね、素晴らしいです。で、僕サーキット結構行きますけど、まあ、クーリングはね必ず入れますけど、全然ね、あの問題ないです。油温も水温も、はい、全然問題ないんで素晴らしいです。で、街乗りも行けちゃうとね、はい、もうね、すごい。ただ一つだけ、値段が高い。やっぱいいものは高いんですよね。あの DRL 製なんで、やっぱ物もね、すごくいいんですけど、で、しかも DRL さん、あの職人さんが手作りで作ってるみたいなんで、まあ、物はね、間違いないかなと思います。はい。はい。で、こちらがプロオバさんと DRL さんが開発したコンポジットラジエーター、すっぽりね、純正位置に収まってますんで、ちゃんと素晴らしいです。はい、続いて第2位なんですけど、2位の方はレイルさんのフロントフレームトップバーです。はい。で、こちらはですね、なんで2位にしたかというと、まずね、値段が安いんですよね。なんで、やっぱりこう、皆さん手も出しやすいかなっていう感じに思ってます。で、まあ、効果としては、まあ、鼻先、もう本当ノーズなんで、フロントのトップって。あの、そこがね、ちょっとこれ自分で測ったわけじゃないんですけど、ミンカラでちょっと乗ってて、純正比マイナス5キロなんですよ。マイナス5キロって多分相当ね、鼻先で変わるんで。で、まあ、そちらももちろんいいんですけど、買うと同時に、ラジエータシュラウド、同封版ですよね、がついてくるんですよ。で、それをやることによって、横に走行風が逃げていかなくて、きっちりラジエータに当たってくれるということで、もちろん皆さんご存知の通り、WRX EJ はとても熱を持つんで、冷却が本当大事なんですけど、そちらがね、抜群に効いてるんじゃないかなと思います。なんでね、こちらはね、本当まあ、運転とか、運動性能に関してももちろんいいんですけど、冷却も兼ね備えてるというね、素晴らしい商品です。はい。という感じで2位にしました。あとはレイルさんのフロントとフレームトップバーなんですけど、こちらですね、見えるかな、こちらにあります。で、こっから見えるように、この同封板がね、ラジエーターへちゃんと風を導いてくれます。こんな感じ。はい、次は第1位です。ドゥルルルルダン、 HKS のスーパーターボマフラー TI です。イエーイ。まあ、こちらはですね、あのね、室内がとても静か、こもり音が一切ない、本
当にね、本当に静か。本当に俺マフラー変えてんのかなぐらいに、本当に思うぐらい結構静かです。で、室内静かなのに外に出ると結構ね、意外といい音してるんですよ。で、しかもチタンなんでやっぱ乾いてる音がすごいするんで、あのね、素晴らしいです。本当にね、あの S2000 の、ストレートに乗ってたことがあるんですけど、あの、友達のね、してたやつ。もうね、頭痛くて、あの、俺がフルチタンのストレートに変えろって言ったのに、うるさいからもう変えてくれって言って、やっぱマフラーってほんと大事ですよね。あの、室内も、あの、やっぱり快適に過ごせるということで。はい。で、まあ、外もね、いい音ということで。ただね、その、一つだけ欠点があるんですよ、これにも。値段が高い。定価で52万、53万ぐらいするんですよ。まあ、僕はネットで買ったんで、まあ、40万してないんですけど、まあ、そちらがね、ちょっと痛い点です。ただ、あと、チタンということで、あの、やっぱりめちゃくちゃ軽いんで、まあ、こちらもね、純正品、まあ、マイナス10キロぐらいになるのかな。ということで、こちらはもう申し分なく、一番いいパーツなんじゃないかな、ということで、1位にしました。はい、で、こちらがマフラーですけどね、今ちょっとね、車汚いんですけど、このね、黒い点々がね、取れなくなっちゃったんですよね。ちゃんと洗ってなかったら。このチタンの焼け色、すごいでしょ。これがお気にです。はい、という感じで、僕が勝手に決めつけたランキングなんですけど、第5位ということで、はい、皆さんぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、以上です。